葬式のスピーチ誰に頼むの？葬式のスピーチ。やっぱソラロさん。いやどうだろう。やっぱソラロさん。いやなんかでもすげー流されそう。ちゃんとなんかね、なんかいいスピーチしてくれるか不安だよね。なんかめっちゃ適当にやるっていうソラロさんのなんか いつもの感じが出る可能性があるじゃない。やってくれそうだけどなんか。こいつは、すげえいいやつで、声が高くていいやつでしたみたいな感じでさ全然さ思い出ないじゃん声が高くてって何うっすほとんどさ何なんかもう動画見ましたぐらいの関係値じゃんさら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 で、いやもうちょっと坂田やってよ坂田。俺？うん。いやーが俺はそこをそらさん差し置きできないわ。さすがに。いやーめんどくさいんだろう。さすがに俺は差し置きできないわ。スピーチって何言えばいいの？スピーチって何言えばいいの？いやーでも実際スピーチさあ頼なんていうの？もし結婚式とかでもそうじゃん。ああうんうん。頼まれたらちょっとピリッとしない？なんか頼まれたこと別にないけどさ俺。やったことあるよ。え？ある。すごいね。うん。だからその自分がスピーチお願いしますって言われてと思って OK したんだけどさ、うん、要はさ結婚式ってさみんなさビシッとした格好して人たちがわーって並んでるわけじゃん。大丈夫？いやいや白髪のやばいんだってね、ファイナルファンタジーみたいな人が出てるわけでしょなんかだって会場にさ変な白い髪のやついんなって思われてたわけじゃん、うん、そいつがさスピーチのですってなった時にさ出てくんだよ、うん、なんか前に出てきたんだけど感じになって、うん、もうね、うん、それはちょっとだ誰の誰の誰のみたいな何こいつみたいな